私は投票に行きます。自分らしくあるために。NPO 法人カラフルチェンジラボ代表の三浦信久さん47歳。性的マイノリティを含む全ての人がありのままの自分で生きられる未来を目指し活動を続けています。で、彼と出会っていく中で、まあ、付き合っていく中でこんなに何もできないんだってことは知らなくて、実際こう突きつけられた時に初めてなんかこう日本社会に生きるってどんだけ辛いのかな。多様性を称える世界的なイベントレインボープライド、九州では三浦さんが中心となり2015年から開いていて、来月10回目の開催が予定されています。願うのは誰もが当たり前のことを当たり前にできる社会です。結婚の平等というものにおいて、そこからこう溢れてしまっている私たちは、その一票がそこに反映されていくんじゃないかなとは思いながら入れているのは事実ですね。やっぱりこの一票が世の中を変えるかもしれないって思いで、さあ投票へ。